で、まあ、中央大学で、まあ、活躍したわけじゃないですか。まあ、活躍っていうほどでもないんだけどさ、はい、あの俺の一つ下はさ、はい、井原とか中山とか、はいはいはい、まあ、筑波ですね、筑波大学でいうとね、うん、その世代がすごくて、うん、俺はどっちかって言ったらそこまでではなかったけど、うん、いわゆるその当時 A 代表 B 代表ってなってる、うんうん、オリンピック代表がなかったから、うん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 、で俺は B 代表にかろうじて入るぐらい、うん、だけど大学選抜でもなんとなくギリギリ入るぐらい、はい、ユニバーシアードとか選ばれてないのよ、選考で落ちたりとか、どっちかっていうとそういう感じで、うん、まあそこそこやるけどそこまでではない、うん、ただサッカーで就職はできるんだったらサッカーで就職したいなと思って、うん、いくつかオファーはあったんだよ。どのあたりがあったんですか？最終的に、うん、悩んだのは